来たー、よいちだー。あのね、なんとか海鮮って書いてあるところ、鴨肉の白海鮮、ガチョウ肉か、あれが日本の、あの、なんだっけ、ブルータスのね、看板になった、看板メニューの、うん、ここトーファーがあるね。トーファーの店、タンツァイミエン。あ、もうタピちゃん仲良くなれそうだよね、ここ。ハローとか言って。今日やらない。ハロー。今日は気になってんだよね。絶対美味しいじゃんっていう。やってんのここ。これうまいんじゃないかな。うん。深夜食堂です。なんかここはね、タクちゃん連れてきたいなとは思った。ちょっとくるっと回って、ちょっとここで食べますか。ねえ、臭豆腐食べよう、食べましょう、一つ一つ半分こしよう、半分こ。どっち、揚げたるやつでしょ。いやもうね、台湾来たと言ったらとりあえず食べとかないと。一口一口一口。そんなにでもあるの。入る瞬間はやばいけど。どうぞどうぞ。臭ければ臭いほど美味しいって言うけど。ちょっと一本も飲むのかな。ああ、待って、ハムと飲む。私も多分飲めない。これあげるよ。ありがとうございます。ガイド代。ありがとうございます。でもちょっとでいいマジ、ちょっとで。ちょっとだけ。ちょっとだけね、このちっちゃいのに切ったから食べよう。うまっ。こんなちょっとで、わかる。あ、ほんとだ。味はなんか、うちに行きたくなるよ。ほんとだ、味は全然美味しい。え、何の匂いしちゃう、この入り口のとこだけなんだよ。そう、店頭の匂いがやばすぎる。でも味は全然美味しい。でしょ、びっくりするがよ、普通。タオル普通に、うまっ。タオル、もらっていい、ティッシュ、ティッシュ。あ、こっちも美味しい。ここのティッシュこれだった。これじゃないやつ。全然美味しい。うまいでしょ。味そう、味は全然。ごめん、嫌がってごめんなさい。すいませんでした。上嫌いでごめん。すいませんでした。ビールと合うかな。台湾クオリティです。じゃあ一緒に食べよう、カズさん。これドラゴンフルーツ行こうし。ドラゴンフルーツいっちゃうわ。あ、すごい、これ柔らかい。うん、美味しい。これさっぱり。うん、いいね。うん、いやー、臭かったね。うん、確かにさっぱりだね。ね。さっきも言ってたね、一人。そうね。さっき、苦手なの上手。ほんと？じゃあ俺食べる。俺一個。これもこちらだから。うん、そうだ。これは日本で。ああ、いいね。落ち着く味。落ち着くだ。ちゃんと甘くて。あ、これは甘いね。それもいいんじゃない？逆でもいいんじゃない？手を抜いてマッサージを。臭っ。うまいんだけど臭っ。で、龍山寺行って、夜行って、あの行きつけの場、行きつけの居酒屋。两位，啊，四位，四位，对。啊，等一下哦。哈哈哈哈哈。鹅肉多少？一两四十，大概一份三。
380左右。那我380。好。鹅肉跟空心菜。好。还有什么？你要推荐是什么？你要推荐是什么？我们推荐鱼。鱼。清蒸的，台湾的鱼。清蒸的。对，可以清蒸的。好。那看你要不要一个清蒸的。那你的推荐？我们推荐石狗公或恰章。哈哈哈哈哈。鳗鱼吗？哪一个？这个是什么？这个是恰章。恰章。叫恰章，台湾的。这野生的，这是自己养的。シジミ醤油，台湾の料理でしょ？シジミ醤油。食べたい。シジミ醤油是什么？啊，那个。这个这两啦，生吃的。好，那那个两份。这个。两份。好，一份就够了啦。一份就够了，好，一份。啊，これ頼みました。ガチャ。啊，阿肉是这个吗？对啊，对对对。Yes。他们喜欢喝啤酒的。啊有，不过多少年？末年，所以看到。还有，我们今天有活虾。活虾也有。烫的。啊。台湾是白虾。白虾。那一个一个多少？四百。四百。对。これ肉大丈夫か？大丈夫か？たこ焼きとたくさん。40年ローテン。そう、あ、オイスターオムレツ食べたい。あ、食べたい食べたい食べたい。オイスターオムレツ。お味。あ、トトン、これ要吗？要清蒸。清蒸多少？哪一个？550。等一下哦，啊，先不用，先不用。18日の賞味期限のさっきのプレミアムバージョン。どうしたらいい？こう？回すから写真撮って。あ、回すから。まだまだよまだよ。はい、スタート。これどうしたらいいの？赤いの。赤押せばいいの？見て、回る。回る回る四時代は回る。ラララララ。なんでここかぶんねん。なんでないと思う。逆に。確かにサイズいいね。原色が強い。何この意味？ビールどうぞ。ビールどうぞ。いやいや違う違う。俺ガチを取ろうとしてた。ごめん。富士山でも日本超高いよ。確かに横浜中華街1280円だった。富士山なんか日本高いんだよね。日本台湾だと多分100元ぐらい。120元。おお、やば。行ってみよう。いや、私まだ行ったことないけども、行きたい行きたいと思って。ええ、調べ行こうよ。日本帰ってくる時行って。これからで帰る。あ、豆腐豆腐。豆腐持ち帰りして。豆腐持ち帰りでホテルでホテルでいい。